島の信者とか台場信者とかいますが、良い商品で、メーカーを関係なくて使えばいいと思うのに、僕の友達はなぜか島の、嫌ってます。ステラ SW14000番を買いました。島の製品は初めてです。まあ、使えば分かるんですけどね、別に信者じゃなくていいね、いいものはいいと言えばいいだけの話のことです。大和と島のリールの大きな違いとは何ですか？そうね、軽く作るっていうのと丈夫に作るっていうのの違いでしょうね。まあ島のにも軽いものがあって、大和さんよりも軽いやつあるんだけど、基本的にはどれだけ長持ちするのっていうふうに作るのが島のの作り方ね。もともとは例えばリールでいうと冷間鍛造っていう世界で初めての製法を作ったのが島のであって、これ全世界の今そういうものづくりの中には冷間鍛造というね、その第一人者的なものがシマノになるわけですよ。で今全世界で冷間鍛造でいろんなものを作ってるんですけどね、はい、それの中でも超精密っていうのがシマノですね。こんにちは。台場のリールやロッドがすごいと思うものはありますか？残念ながらございません。はい、台場に新製品競争、先ほど構想なんかしてないですよ。競争しないですよだね、全くできるだけゆっくりにしゃべる、ゆっくり発表するっていうのはシマノですから。シマノってもっとかっこいいマックって考えないんですか？まあまあ企業名っていうのはね、そこ独自なものがありますから。でも台場さんはもう台場さんで相当バカにされたのよ、バーコードって。最初はだから、ね、しばらくみんな慣れてくるとあれが良くなってくるでしょ。板子リングセンターでライバーのベイトフィネスリールを頼んだら、出来に普通に売ってますよ、うち。超特価で売ってますよ、うち。ディーズとかあれももう超特価ですよ、うちめちゃくちゃ 20% ぐらい引いてますから。カルコン 300XG アンタルス DCMD 左にも、発売延期、本当に島のはどうにかしてほしいです。7月までどうやって待ってばいいですか？うん、一気に流れてきちゃったの。リールのメーカーっていくつかあるでしょ、そのメーカーさんから全部シマノに乗り換えちゃったの、一気に皆さんが。で乗り換えたら、今までこのぐらい売れてたキャパのところに対していきなり他から乗り換えてきた人たちがプッとなっちゃったから大変なことになっちゃってるの、ね。新作発表してすぐに発売延期する、発売延期を発表するシマノはずるくないですか？いやずるくない、それが普通だもん。どこのメーカーもね、何月発売、ルアーもそう、うちもそう。入る予定だったのに遅れてねっていうのはよくある。はい、ずるくない。はい、島の新製品、新製品ほとんどが発売延期してますけど、台湾はそんなことないと自信が言ってたんですが、台湾の人気があまりないから ではって思ってしまいました。間違ってますか？注文が殺到しすぎちゃった、今までここね。だからコロナが始まる前、コロナが始まった時って釣りのすごい売れたのよ。その後一気に売れなくなったの、どこのメーカーも全部売れなくなったの。だから1年で2年分売っちゃったのよ、コロナ始まった時は、ね。でところがそのコロナが2年目3年目になったら一気に売れなくなったの。そりゃそうだよ、みんなもう2年分売っちゃったんだから先、ね。だったのがコロナ開けたでしょ、まあ開ける前からだったんだけど、去年のステラからですよ、とんでもないことが起こったのが、もうほぼその高級リールを買う人たちのほとんど全てと言っていい、そこまで言い過ぎかぐらいの人たちがステラ行ったんで、島のすげーってなった後の今回ですよ。はい、しかもだって2年連続で俺が噛んでんじゃん、アンタルスとかコンクエストとか、そのあんまりにも噛んじゃったから、ワールドシャーラーリミテッドもそうですが、大変なことになってる。